こんなストレッチや、こんなストレッチ、こんなストレッチを痛みを我慢しながら頑張っても効果が出ない。そんなストレッチで困っているあなたでも、この動きをマスターすれば股関節が柔らかくなります。それではまず一度動いてみましょう。両手を後ろについたら膝をパタパタと倒していきます。さあ、このパタパタ倒す動きであなたは何を感じますか？この動きの中で、お尻の詰まりを感じる。股関節の付け根の詰まりを感じる。膝の引っかかりを感じる。そんな方は、股関節のストレッチをいくら頑張っても効果はありません。今から股関節が柔らかくなる準備をしていきましょう。膝をパタパタと倒していくこの動きですが、体を柔らかくするためには下半身は使いません。どこから動かすのかというと、背骨、みぞおちからが正解です。背骨を動かした時に骨盤や股関節が連動する。この動きができないといくら頑張っても股関節は柔らかくなりません。それでは今から顔は正面に向いたまま、みぞおちの高さから背骨の動きを意識して動かしていきましょう。左右にパタパタ倒した時にお腹のねじれを感じることができますか？また背中や腰が伸びる感覚、お尻が持ち上がる感覚が出ると OK です。もし意識をしても難しい方は、後ろについた手の間に入り込むように背中を後ろへ丸めてください。お腹は硬く力を入れるのではなく、薄く引っ込めるようなイメージで意識します。動いている中で背中の丸まりは見えますか？この背中の丸まりを感じながら動くことができると、最初の股関節の詰まりやお尻の詰まりを感じた人でも動きやすさが出てくるはずです。背中の丸まりを感じながら動いていると、体が詰まって動きにくい感覚は少なくて、お腹の締まる感覚が出てくるはずです。お腹の締まりを感じながら左右にパタパタ30秒動かしていきましょう。みぞおちの高さから背骨の動きを感じながら動かしていきます。手と手の間にくぐるように背骨を後ろに丸め込んで動かしていきましょう。股関節の前側やお尻の詰まり感、膝の引っかかりは感じずに動けていますか？お腹の締まりは感じますが、ぐっと力を入れすぎないように気をつけてください。柔らかい動きを心がけましょう。はい、OK です。それではこの動きを足が開いた状態でもできるか確認していきます。足が開いても背骨を後ろに丸めて、みぞおちの高さからねじるように動いていきます。股関節だけを動かすのではなく、背骨、骨盤の連動を感じましょう。ちなみにある程度柔軟性がある僕でも、背骨の動きをロックして股関節だけで動かそうとすると、これぐらいしか可動域がありません。股関節だけを意識して柔らかくなる人もいますが、体が硬い人は背骨からの連動が必要です。ちなみに背骨を止めて動かそうとすると股関節の詰まりがすごいです。それでは股関節の詰まりが出ないよう背骨の連動を感じて30秒動かしていきましょう。顔が横に流れないように前を向いたまま動かしていきます。手と手の間に背中を入れるように丸め込んで動いていきます。お腹の締まりを感じながら、背中や腰の伸びも感じながら動いていきましょう。はい、OK です。それでは今度は手を床ではなく胸の前に組んだ状態で動かしてみましょう。できる人は顔は前を向いたまま動かしていきますが、難しい人は顔も一緒に動いても OK です。自分のレベルに合わせて動きを作っていきましょう。手を上げて行う場合、足で踏ん張る人が増えてしまいます。足の動きが強くなると、このように動けば動くほど体が前に進んでしまいます。背骨の動きを意識しても、足で踏ん張っている人はこんな風に前に出ていってしまいます。体が前に進んでいかないように、足の力はゼロにしていきましょう。動かしていくのは、みぞおちから脇腹、お腹を使っていきます。さあ、少し動きを見たときに、体がどう動いているのかわかりますか？単に膝をパタパタ動かしているのではなく、重心が左右に動いているのはわかりますか？今重心はこの辺りに乗っています。ここから体のひねりと同時に、画面右側に動いていきます。背骨を使って重心を移動する。その重心移動の動きに骨盤や股関節を連動させる。足の力を使わずにこういった動きをできるようになると、あなたの体は柔らかくなっていきます。さあ、それではラスト30秒動かしていきましょう。余裕のある人は顔は前を向いたまま足を少し開き目で動いていきます。難しい人は足幅は狭い状態で顔も動いて OK です。力が入りすぎないように軽く動ける範囲内で動かしていきましょう。
足の力は使いません。股関節の詰まりが出ないように背骨からお腹のねじりを感じながら動いていきます。はい、お疲れ様でした。背骨からの連動は感じることできましたか？今股関節の柔軟性をチェックするといつもよりも柔らかくなっている人が多いと思います。もしこの動きをしても柔らかくならないという人がいましたら、概要欄にある公式 LINE の方へメッセージをしてください。どんな人でも体が柔らかくなるお手伝いをさせてもらいます。一生動ける体づくりをしていきたい人はぜひチャンネル登録お願いします。今後もいろいろな体の使い方を発信していきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次のストレッチでお会いしましょう。